まず外人選手のスティーブ・マジソン選手ですけど、プロレスファンは誰でも知ってますけど、WJ にずっと常連として出てて、若くて非常にいい選手だったので、タイガー服部さんの方からも、非常の推薦をもらってました。で、あと、バックポーターメインについては、誰も知らないでしょうけども、フロリダで西村選手のスパーリングパートナーで、西村さんからもお話を聞いて、バックポーターメインもいい選手ですよということで聞いておりましたので、とりあえず長女さんと上野さんに組んでもらって、いわゆる力プロさんの方にも出向いていけるように、なったりな、その当時は力プロさんと関係がありましたからね。だからスティーブ・マジソンがまた力プロに里帰りしてもいいんじゃないかっていうのがありましたから、そこでタッグを組ませたという形になりました。一般勝負を行います。青コーナー180センチ99キログラム、バッククォーターメイン。WWWCW の2大メジャー団体に参戦できあるバッククォーターメイン。178センチ101キログラム、スティーブ・マディソン。WJ 時代からどれほどの成長を見せるか、スティーブ・マディソン。創設メンバーです。上野隆。同じく184センチ115キログラム、今また新たなる革命を、長州力。さあ、ひときわ大きな歓声が巻き起こっています、後楽園ホール。 9.11 ビッグマウスラウド旗揚げ戦、ビッグマウスイリュージョン、30分の一本勝負です。さあ、山崎さん、はい、長州上野の力プロ勢が今大会唯一のタッグマッチに参戦ということになりました。はい、先発は長州ですね。自分から勝って出ましたね。そのようです。さあ、今ロックアップから押し込んでいきます。相手を押し込んでいく。クォーターメインが青コーナーを背負っています。唯一ラインアップされたタッグマッチ。さあ、ヘッドロック、力がこもります。なんとかお腹のあたりにエルボーを打ち込むクォーターメインに対して、さあ、長州ショルダーアタックの一戦。そして投げを見舞っていきます。さあ、山崎さん、はい、改めてこのビッグマウスラウドの旗揚げ戦にですね、はい、力プロ勢参戦の意味、どんな風なものを山崎さんは感じますか？そうですね、やはりビッグマウスであろうと、はい、力プロのリングであろうと、はい、この長州力というね、はい、存在感、そしてこの上野という選手を、はい、やっぱり少しでもね、多くのファンの目に触れさせたいという、長州さんの思惑もあるんじゃないかなと思いますけれども。さあ、そしてそんな中で成長著しいのはこの上野ですね、はい、体つき体格も非常に豊かな、しっかりとしたものがありますね。そうですね、体格恵まれてると思いますね、はい、ワンホイップ。98年11月デビュー、その後2002年10月に長州に弟子入りを直訴しました上野。ジャンピングニードロップ。力プロ長州のもとに WJ から残った3人のうちの1人、石井、和田と、そしてこの上野です。そのあたりも山崎さん、やっぱり気持ちの強さ、根性というもの、相当なものなんでしょうね。そうですね、やはり長州についていくというね、はい、気持ち、そういう気持ちの強さはやっぱり並々ならぬものがあると思いますし、はい、ついていくのは大変なことだと思いますよ。そうですね、はい。そして10月6日には再び長州とのタッグがある上野、現在リング上は長州です。そしてまたこのタッグパートナーとしてね、はい、上野選手を認めているという長州さんの目、はい、これもやはり期待がかかっているんだと思います。そうでしょうね、はい、このリング上は上野が打撃でいきます。返していくクォーターメイン。こちらは初来日、WWE ではマディソンとのタッグもありました。さあ、マディソンリング上に出てまいりました。ヘッドシザース。さあ、山崎さん、このマディソンという選手なんですが、 WJ では出陣歴、参戦歴があります。
さあまだ試合開始序盤ですがいかがですか、動きなど見ていて。そうですね、スピーディーでいいと思いますし、やはり一度二度参戦した選手、前に来ている選手というのは自分の試合じゃなくてもいろんな選手の試合を見ているはずなのでね。なるほど。そういう知識も頭の中に入っていると思いますよ。今無理やり両腕を締め上げていきました。ダブルアームスプレックスの体勢になったんですがタッチがなされています。クォーターメインが左のパンチ。さあ上野、ビッグマウスラウドのファンの前で、固めていきますがこれを返していくクォーターメインです。結果的に上になっていく。その後は続いていきません。タッチワークに行くようです。ちょっとボディースラムがダメだったらスモールパッケージ、はいはい、相手がこう来たらこうっていうのをねちゃんと持ってますね。なるほど。ここはボディースラムからロープに飛んでいる。そして踏みつけ、上野がなんとかここから立ち上がるところ。お、再びダブルアームスープレックスのこだわります ね、 ね体勢でしょうか。スティーブ・カーン、そしてエディ・ゲレロの教えを受けてきたマディソン。上野が長州にタッチ、溝落ちの当たり、まともに蹴り、行きます行きます。長州と村上と深い因縁がある長州、この独特な動き、場内が沸きます。山崎さん、長州力としましてもまだまだここから一花二花という思惑野望が消えていないようですね。もちろんそうですよね。ですからこの長州力の存在感を、はい、上回らなきゃならないこの外人2人ですね、はい、これは難しいと思いますよ。かなり僕はいい選手だと思いますけれどもね。そうですか。スピードもありますし、はい、テクニックもしっかりしてますしね。さあ山崎さんの評価も受けました。マディソン、そしてクォーターメイン、現在外国人チームリング上首四の字に捉えられているのがマディソンの方です。そしてマディソンは22歳。山崎さん、まだ将来がありますね、この選手。いや、いいですね。本当に基本的なことをしっかりしていると思いますし、体もありますしね、はい、スピードもあります。そしてそれに負けてなるかと上野、ギロチンドロップに行ったか、抱え込んでウンとワンキックアウトしています。いやー、ものすごい背中への蹴り、バツンという音、パンチ合戦になっています。とにかく一発一発にこだわりを持って戦いたいという上野ですが、そこに急所蹴り。山崎さん、これはいけません。これは反則ですけれどもね。ホナがレフィリーの資格でしたか。今は場内からはブーイング。この日本のリングというのはかなりレベルが高いと思いますので、はい、過去にもですね、この日本のリングで暴れて、またいろんな選手の技を盗んでタイミングを盗んで、本国アメリカに帰って本当にビッグネームになった選手たくさんいますからね。たくさんいますね、はい、マジさんなんかもそういう選手になれる素材だと思いますよ。可能性があります、はい。そして WJ での参戦歴はもちろん先ほども紹介しましたが、はい、それやっぱり長州、そして上野にさらに見せつけるという義務がありますね、マディソン。そうですね、一つの恩返しでもあるかもしれません。はい、川津落とし、このあたりも古典的なプロレス技を出してきます、マディソン。さあロープに飛んでラリアット、得意のパターンだったんですが、いやー、裏投げに行った上野。上添えがあるから来ますね。はい、高い位置から叩き落としていきました。そして長州です。場内のこの長州力に対する期待というのがすごいですね、声援が。そうですね。そしてやはりこの4人の中にあって、はい、一番こうやはり存在感がありますね。これに対して存在感を見せつけなければいけないマディソン。マリアットか、いや、エルボーだ。いいですよ。ここは攻撃の手を休めてはいけませんね。はい、ガンガン自分からぶつかっていかないと。ボディスラム。さあ赤いコーナーポスト最上段を伺います、マディソン。ここから飛んだ、ダイビングヘッドかわしている長州。この辺りのインサイドワークはさすが長州。ロープに飛んだ、リキラリアット、カバーに入る。これはクォーターメイン、
カットインしています。しかし技を食らった後、マディソンの方も山崎さん、すぐに立ち上がろうとしましたね。いや、気持ちも強い選手だと思いますよ。さあ、自らの個性、上野も打ち出していかなければなりません。もっともっと激しくいってくれ上野。おお、これは足もカットいった。カバーに入ってカウント2。山崎さん、今ラリアットではありませんでしたね。成長ではね、そうですね、大外刈りのような形でしたね。さあ、若い2人の意地と意地、リング中央でぶつかり合っています。逆水平、もう一発上野、上背があります。上野です。184センチ、102キロ、後方に回ってジャーマンスープレックスホールド。ブリッジが出来上がっていますが、カットに入ったクォーターメイン。先に立ち上がります上野です。さらにクォーターメインが出てくる。さあ、反撃です。抱え上げて、山崎さん、ちょっと妙な角度で落としましたね。そうですね、カバーカウント2。もう一杯持ち上げる手前で頭から落としていきましたね。どうです、脳天反響が首なんでしょうか。そうですね、相手の受け身のタイミングというかね、落とされるタイミングをずらしての脳天から行きましたんで、頭とか首とかにダメージがあると思いますよ、はい。おっと、これは長州の前でサソリ固めを仕掛けていくクォーターメイン。いや、山崎さん、こんな構図になるとは大した度胸を持っていますね。そうですね、やはり知ってるからでこそだと思いますけれども、はい。クォーターメインが出てまいりました。上野に対してバックドロップ。そうですよ、マディソンがロープに飛んで、さあ一旦呼吸を取ってラリアット、抱え込んだ、カウント3つ。上野は無念の3カウントを聞きました。マスクのために、審判の選手の勝ちでございます。